ベンジャミン・マイケル・ポールセンは、アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、シボイガン群プリマス出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB ・ミネソタツインズ参加に所属。2009年の MLB ドラフト9巡目で、コロラド・ロッキーズから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ティダストデビルズで44試合に、出場し、打率。280.1本塁打。 25打点2投類だった。2010年は a 久モデストナッツで130試合に出場し、打率311.12本塁が83打点5投類だった。2011年は a 久タルサドリラーズで136試合に出場し、打率241.19本塁が78打点2投類だった。2012年は a 級タルサで120試合に出場し、打率255.13本類打、53打点1盗塁だった。2013年は、トリプル a 級コロラドスプリングススカイソックスで123試合に出場し、打率292.18本類打、79打点2盗塁だった。オフには、 ロッキーズのマイナー選手によるオールスターチームに一塁主として選出された。2014年はトリプル A 級コロラドスプリングスで開幕を迎え95試合に出場。打率291.15本塁が57打点3盗塁と結果を残しパシフィックコーストリーグのオールスターチームに選出された。7月21日にジャスティン・モルノーが 故障者リスト入りしたため、ロッキーズとメジャー契約を結んだ。同日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。6番、一塁手で先発起用され、4打数に安打1打点だった。シーズンでは、一塁手の他右翼手の守備にもつき、どちらのポジションでも無失策だった。打撃では打率。317.4本塁が10打点という成績をマークした。 2016年9月6日にリーフとなり8日に40人枠を外れる形で AAA 級アルバカーキアイソトープスへ配属されたオフの11月7日に FA となった2016年12月3日にミネソタツインズとマイナー契約を結び2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったありがとうございます